皆さんどうも平田祐介です。今回はですね第2回目ということで、2年ぶりのニューアルバムハイエナハイヤー、リリースさせていただきましたけれども、まあ、その中でもねリズムセクションの核ともいえるベーシスト、前作のね、タワーオブタッチからの、参加していただいておりますけれども、まあ、おときめくねジャズバンド月光&トカゲパレードでも活躍中の中山拓也さんね、まあ、ルックスもいいしね、そしてまたベースプレーはねほんと素晴らしいし、まあ、前作から引き続きね参加いただいておりますけれども、このね中山拓也さんのねベースはね何がいいかというとね、まあ、もちろんね先ほどから言うようにこうプレーももちろん素晴らしいんですけれどもね、低音のねかっこよさだったりまたフレージングのかっこよさだったりね、もう本当にね素晴らしいプレイヤーであることは間違いないんですけれども、何が素晴らしいかというとやっぱりねリハーサルの段階からまあ僕がねこの曲に対する何を望んでいるのか、ね、そしてどういうサウンドが欲しいのかっていうのをねすぐ察知するんですよね、うん、これはねなかなかね、難しいですよ、うん、まあ、特にこの演奏の回数が少なければ少ないほどその察知する能力っていうのはね察知する力っていうのはねなかなか発揮できないものなんですけれども、まあ、彼の場合はねやっぱりもう経験豊かなんでしょうね。そこがやっぱもうリハーサルに入った段階そしてまあ曲をすぐ渡した段階からねそれを理解する能力に長けてますよね。それは本当に素晴らしいと思いますしね、はい、まあその辺がね、まあ、前作のタワーオブタッチから引き続いて今回のハイアンドハイアンにね、参加していただきたいなと思ったね、まあ、一つの要因でもあるんですけれどもね、はい、まあやっぱりね今中山さんも入っている月光のトカゲパレードの経験もやっぱりあるんでしょうね。うん、いや本当にね素晴らしいプレイヤーだと思います、はい。まあ、そんなね、中山拓也さんのね、ベースやっぱりね彼自身ねやっぱり研究熱心ですよ、うん、やっぱりね、まあ、僕がこういう音が欲しい、まあ、こういうフレージングが欲しいって言った時にねすぐあこれはどうですかね、まあ、彼の方からこういう提案をいただいた時にね、やっぱこう提案できるという力はねやっぱ日頃からやっぱそういう風な経験値だったりとかね、うん、っていうのがやっぱ物を言ってきますもんね。あとは普段からしっかり音楽を聴いているかっていうね、ところもやっぱりこう起因してくると思うんですよね、うん、やっぱそういうところをやっぱ彼自身も、ね素晴らしい能力を持っているということで、うん、第1回目のね笠原龍斗さん同様ですねまだ20代前半だと思いますよ、うん、はい、そんなね、Z 世代との共演ね、ハイアンドハイアン、ね、もう今回ね全員共演アーティスト Z 世代ですからね、うん、ということでぜひねもう先月、3月23日にねリリースされておりますけれどもハイアンドハイアン中山くんのベースねとともに、ハイアンドハイアン進化系ジャズぜひご堪能いただきたいなと思います。ということで第2回目は、ベーシストのね月光&トカゲパレードでも大活躍中、中山拓也さんをご紹介いたしました。ではまた。